戸分けひさんは、日本の俳優。本名は、小倉久雄。東京府東京市日本橋区小網町出身。軽妙者脱な演技で、多くの映画に出演し、個性派の脇役俳優として活躍した。戦前は、長岡テルコラのテアトルコメディに参加し舞台で活動。戦後から映画に出演し、作品数は250本を超える。 幼い頃から芸の世界に親しみ、行政小学校から経過中学校を経て、法政大学経済学部に入学し、在学中の1928年に、貢献順主催の劇団制作座に参加。1930年、大学の先輩だった三島正夫の紹介で知り合った金杉順郎や、 フランスから帰国したばかりの長岡テルコらが結成したテアトルコメディの創立に参加し、ジャンドラ・リュンルの主役で初舞台を踏む。発足当時の劇団には森正幸、松山隆杉浦幸らがおり、遅れて北沢氷、飯沢忠氏らが加わった。1933年に大学を卒業。1936年にテアトルコメディが解散すると、 今、春部主催の東方新喜劇に入り、同年には、ムーランルージュに入団。1937年、父の遺行で、奈良の繊維会社に事務員として入社し、芸能界と縁を切る。1939年に結婚。戦後の1946年、NHK 大阪放送局のラジオに出演して、芸能界復帰。1950年7月には、 東京に戻って文学座に客員として入り、小不満や等の舞台に立つ。1951年、自由学校で映画初出演。1952年の本日休診ではとぼけ役を匠縁。1953年の文学座対談後は映画に専念した。大きく後退した額、長い顎が、 特徴のユニークな脇役として活躍し、おしゃれで、キザな中年の都会人を演じさせたら、天下一品だった。溝の口賢治、小津安二郎、今井正成瀬るせみきを、久松誠二らが監督した映画に起用され、溝口からはその姉が嫁いだ、松平忠正に似ているということで、ことさら目をかけられた。テレビドラマにも多く出演している。 1985年12月18日、肺がんのため、東京都大田区の東急病院にて77歳で死去。娘は女優の戸分け幸雄。父は朝尾章を営み、素人義太夫の大親だった。母は初代三遊亭遊ぶ三の幼女で、その母の姉は松竹記念魔創立者の一人、松井松葉に嫁いでいた。ありがとうございます。